名の由来は、名称は、冠名、ベルーガは白イルカ。主な勝倉は2010年の日経新春杯、京都大将展。初出走となったのは2008年1月26日の芝千6 0 0メートルの新馬戦で、自走ー後の未勝利戦で、初勝利を挙げた。しかし、500万では、勝つことができず、再び芝に転じて、フローラステークスに出走。勝った馬は、 道中3番手、2着が、逃げ馬と前残りの競馬の中、最後方から上がり33秒8の末足で追い込むが、3着に、首差届かず4着、優秀品馬の優先出走権に届かなかった。5月11日の矢車賞では1着となり、優秀品馬に登録するが、賞金不足で除外された。7月の函館で1000万下を勝ち、賞金を加算して、 秋の重賞に臨むが、ローズステークスの5着が最高だった。2009年に入り、1600万条件を勝てない、レースが続き、高級。高級後も2000円敗れたが、ヤヒコと区別にて1年ぶりの勝利。なお、5着には、後の喫下商場であるスリーロールスが入っている。一戦挟んでことステークスにも勝利し、オープン入りを果たした。エリザベス女王杯では5着に前線。 愛知杯では一番人気となるも、三着に終わる。日経新種運杯から始動後方から直線一気でトップカミングに三場審査をつけ、重賞初勝利を挙げた。続く、阪神対象点では一番人気で出走。集団待機から追い込んでくるも東海トリックの三着に、敗れ、重賞連勝はならなかった。本番の天皇賞では二周目四コーナーで、 当選クラウンに進路を妨害され、直線では、いいところなく10着と大敗した。宝塚記念では、後方から追い上げてくるも6着に終わった。8月の新潟記念では2番人気で出走、後方から追い込んでくるも4着に敗れた。秋初戦の京都大賞典では、中段のやや後ろからレースを進め、直線で馬場の真ん中から抜け出し、ゴール前で迫ってきたオーケンブルースリを。 半馬審査退けて、解消、重勝2勝目を飾った。本番のエリザベス上杯では、中段待機から直線で大外から鋭く伸びてくるも、スノーフェアリーの2着に敗れた。ジャパンカップでは、中段から追い上げてくるもローズキングダムの6着だった。有馬記念では、主戦騎手の池添健一が、ドリームジャーニーに起乗するため、エビダーマッサヨシに乗り換わったが12着と大敗した。 京都記念から始動。4.5番手を追走し、一旦は一置取りを下げるも直線ですえ、足を伸ばし2着となった。天皇賞に向けて調整されていたが、歩み様の乱れを生じたため回避。休養を挟んで天皇賞に出走したが競争中に、右前んつなき人体不全断裂を発症したため、4コーナーで競争中止。競争能力喪失となり、引退に追い込まれた。 引退後は北海道浦河町の三島牧場で繁殖品馬としてつなぎようが決まった。初年度は大和メジャーと交配されている。2019年3月3日、3番子の名称天元が弥生賞を制し、3区発の重賞制覇を果たした。2020年9月6日現在、ありがとうございます。